こんばんは、ひろゆきさん。今回の地震における自衛隊の対応は遅いと思いますか？僕は今のところ答えはわからないですね。東日本震災の時に比べると明らかに人数が少ないって言われてるんですけど、で、人数が少ないというのは当然なんですよね。今その東日本震災の場合は、その福島県だったり岩手県だったり、その秋田県だったり、まあ東京都だったり千葉県だったりっていう、そのめちゃめちゃ広い地域に日本中の自衛隊をまあ送り込んでいろいろ活動しますよって話なんですけど、今回その能登地方っていう、まあ一応新潟県とか富山県とかにも被災地はあるんですけど、その石川県の能登地方って圧倒的に狭い地域で、でさらにそこに道路が分断されているので、人を送り込もうとしても送り込めないんですよ。要はその道路が空いててバンバン人送り込みますっていうのであれば、じゃあもう5000人でも8000人でも送り込めって話になると思うんですけど、もうそもそも道路が動かないので、じゃあ人間が歩いて荷物を運んで被災地に行って、でそこで支援物資を送りますみたいなことをやってるんですよ。っていうそのピストン輸送だったとしても、結局その人間が通れる幅だったり運べる量っていうのは決まってるので、いたずらにその自衛隊の人数を増やしたからといって、じゃあそれで災害救助ができる量が増えるのかっていうと、そうでもないんですよね。ただこれがもうちょっと増やせるのかとか十分だったのかっていうのは、ある程度時間が経って冷静になって、災害の規模がどれくらいでしたとか、どういう地域に被災者がいて連絡はどうやって取れたのかっていうのが分かってからじゃないと正解かどうかっていうのは判断できないので、現時点ではその早い遅いというのを判断するような情報はまだないというのが割と僕の見解です。なので海から行けばいいじゃんとか無責任な人言うんですけど、能登半島ってほとんど海で半島なんで囲まれてるんですけど、使える港が輪島港ぐらいしかなくて他の港全部潰れちゃってるらしいんですよね。っていうのもあったりするので、割とその素人がこうすりゃいいじゃんって言ってても、いやもうそんな普通に自衛隊が検討済みでダメだったよねって話だったりするので、なのでなんか素人がこうした方がいいとか、これが正しいとかっていうのはあんまり役に立たないんじゃないかなと思います。はい。